役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。6番のプレイヤーが発言します。僕からですか。じゃあ僕からですね、お願い事がありまして、怪しい地って皆さん、まあ、2人とか3人、まあ、3人人がいるんで、まあ、3人はいるわけなんですけれども、あの2人とかしか言えない人って言いますよね。こことここは怪しいって言うんで、そしたらね、順序をつけてほしいなと思うんです。例えば、7時点で8とかっていう、だから7、8両方怪しいですねみたいな言い方はしないでほしいなって思います。でこれは、訳保護にもなると思うんですよね。で、訳の人って何秒入ったかっていうのを計算するわけなんで、まあ、ぜひこれやっていただきたいなって思ってます。であとはですね、大事なことっていうのはゆっくり喋ってほしいなって思ってます。まあ、なんかいろいろ中に詰め込みすぎて何言ってるかわからないっていう、結論何が言いたかったのって思う人も結構いるんで、まあ、ゆっくり、重点的に大事なことは言ってほしいなと思います。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくワンワンワン。6番さんが、まあ、その訳保護の観点でって言ってるのはすごく印象がいい。うん。ただ、その進行としてどういう進行をしたいとか、狼の見つけ方っていうのがよくわかんなくって、その、全体的にこう、こうしてくださいねっていう視点の話なんだよ。だから私はこう精査しますじゃなくて、なんかね、6番さんが精査される側の立場みたいな発言をしてるところが、なんかちょっと場面次第だけど引っかかる。あと2周目のグレー精査かなって思う。僕はまあほぼほぼその切ってる繋いでるっていう確信が持てないから、発言単体で精査をします。はい。まあ、とりあえず6番にその、まあ、なんでかなぐらいの感覚はあるけれども、2周目1で置きたいと思っています。以上です。8番のプレイヤーが発言します。7番さんは結局6番さんに対して何が言いたかったのか。6番さんって自分の思考はちゃんと開示してると思いましたけど、で6番さんに言っとくと、僕順序ってつきれないときあると思うんですよ。6番さん、7番さん、まあ、例えですけど、人外だと思う。で、実際6番、7番さんが人外だった場合って、もう 50%、50% なんで、順位って無理やりつけるものではないと思ってるんで、6番さんが村なときは、村だった場合ね、やれって言われてもできない場合もあるんで、それはご理解ください。怪しい位置はちゃんと言います。が、順位をつけろっていうのは、だって、6番7番狼だったとして、どっちも狼なんで無理な話なんで、それだけ言っときます。だから7番さん、僕はそう、それぐらいなんだけど、6番さんに対して、だから7番さんってやたら6番さんに求めてんなっていう気はします。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番村人陣営です。本当ね、なんか8番さんが順番つけれる、つけれないことあるっていうのは理解するんだけれども、多分なんかこの今の順番でなんか、求めてるわけではなく、1周および1周プラスアルファ聞いたときに、なんか極力つけれるんじゃないっては思うんで、なんかつっかかり方がなんかちょっ と、なんか雑かな、変かなっていうような雰囲気はしましたね。なんか6番さんなんかいいこと言ってたなと思ってたんで、なんだろう、必ずしもつけれないのは理解はするけれども、別に今の盤面どうこうではないかなと思ってるんで、一周聞けばある程度つけれたりするのかなっていうのは思ってるから、なんかつっかかり方をな気になりました。で、7番さんは2周目かな、6番さんもいいことは言ったけど2周目でいいかなとは思っています。2周目頑張ります。1番のプレイヤーが発言します。まあ自分はちょっと7番さんか9番さん、この2人を初日の釣り位置かなと思うのは、まず7番さんが6番さんに最初なんかいろいろ言ってるとこまでは良かったんだけど、その後に2周目ですって言ったのがちょっとおかしくて、なんでかっていうと6番さんなんか怪しいっぽく振る舞っといて2周目って言ったのが、ちょっと7番さんに違和感を感じたのと、9番さんはちょっとなんかヘイトを変えたくない感じがしたんだよね。
なんか6、7、8に黒塗りしたときに、なんか怪しまれって思ったような感じしたんで、ちょっとヘイト管理、9番さんしてる感じがしたんで、まあ、6番さん、8番さん2周目、現状怪しいのは7番さんか9番さん、この2人を自分は怪しんでます。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、8番の6番言及は、まあ、人間っぽいというか、蜂の思考を持ってるんだって思うし、僕も同じ思考なんですよね。怪しい人が2人いて、それさえつけられない場合もあるあ、こし、んばんは。逆、まあ、捉え方として、怪しい要素が明確にあるのに、さえづけをしないで、同列に扱ったりしたらおかしいし、差異なんてないくらい、お互い両方黒いのに、そこに無理やり差異つけたらおかしいから、TPO だと思ってるから、まあ、だから8番が偏り精査を、ね、する必要ないよって6番に言ってるのが、まあ、人間っぽいなと思ったし、7級に関しては色が見えづらい感じで、そこを1番が釣りをしてるってところで、まあ、1番が真っ当位置かなって感じかな。釣る必要がないと感じたのは8番1番。7級に関しては2周目聞く必要があるか、全然釣り位置になってくると思う。6番の思考解除は8番と同じく評価ポイントはある。8さん、ありが3番のプレイとう。ヤーが発言します。1番評価するのはいいんだけど、8番の評価はちょっと納得いかないかな。基本的にこのゲームって投票1人にしかできないから、6番の話をね、言うのであれば、6番ってめちゃくちゃいいこと言ってるから。要は、釣り位置1本提示ってのよ、6番が言って。まあ、次点上げてもいいけどね。あなたはどこに投票するんですかっていうのを明確な理由を述べて言ってくださいって言ってる人物だから、6の心象はいいんですよ。8番の話だと聞いてる感じ、多分それを理解しないのかなと思ってるから、2周目位置でいいと思ってるけど、別に印象良くはならないかな。で、1番の言ってる通り、7番、9番なら基本的にヘイト買いたくない発言をしてるなって思ったから、めちゃくちゃ狼ありそうだなって思って、話は聞いてた。どうなんですかね。8番さん、今のこの俺の話聞いてどう思うかな。多分6番が言ってるとそういうことだぜ。投票って人にしかできないから、どこにあなた投票するんですかっていうのを理由述べて言ってくださいって言うんだと思うよ。4番のプレイヤーが発言します。3番さん、我慢しましょう。まあ、3番さんが一番白いかなと思うけどな。だって優先順位をつけられないほど同等に黒いんだったらどっちでもいいっていう話になるでしょ。で、8番の例えで言うんであれば、6番、7番が狼で、どっちも差異はつけられないぐらい黒いっていうんであれば、それでいいって言ってるんだけど、よくなくない？ だって、どっちかって言ったらこっちって上げられなかったら投票できないよねって思ってたから、3番が言ってることごもっともだよなと思って聞いてしまったんだけどな。で、1番さんが9番に関し、ヘイト管理をしているからっていうので人外要素として挙げてるんだけど、だったら7番、9番で言ったら9番の方、ローメン高くならないかと思って。5番のプレイヤーが発言します。まあ、こうなったら6番の位置でみんなで出ればいいかね。実践心象がいいのが1番、2番で、1番に関しては、ちゃんと、狼目位置と、理由を述べて、7番、9番という、釣り位置を提示していること。2番に関しても、8番という白位置を挙げ、その他についての、考察を述べていたことから、個人的には心象がいい。で、4番が1番に言ってることがおかしいと思っていて、7番、9番で差をつけたときに9番の方が人狼目ないですかねって言ってるけど、1番って発言の中で、9番のヘイト管理しているところが狼目を感じるっていう発言を残しているから、なんだろう、おのずと、7番、9番で比べたときに9番の方に狼目を感じてるんだなっていうのは、汲み取れると思ってるから、なんだろう、4番の指摘がおかしいかなと思いました。6番のプレイヤーが発言します。あ、じゃあ僕延長したんで95秒でお願いします。じゃあ出る前に私が言うと、例の例の。一角？占い師一角で8。で、例のが、ちょっと待ってね。霊能が、7と、
9か。ああ、どうだろう。霊能の僕、審議で言うなら2周目聞くんだけど、なんか9番がちょっとおどおどしてるような感じに聞こえてて、9番ってなんか強靭目があるなってずっと聞いてたんです。で、現状で、私はこの CO とかを全部無視したときに、2と8がつながるかなと思ったんです。まあ、8は隠し色になったんだけれども、2ってちょっと8をちょっと擁護しすぎてるような感じがしたから、どうだろうね。まあ、言ってることは良かったんだけど、で、僕はね、4番さんがね、怪しいと思った。4番さんは、グレーなら僕、釣り1、4。で、霊能で言うと、発言は聞くけど、1周目聞いた感じだと、7番さんはなんかすごい精査する意欲を感じてて、9番さんはちょっとなんか、なんかおどおどしてるように僕は感じたかな。これ、フィーリングだからごめん。だから、発言は聞くと言っておきます。レノなら9が2攻めに見えていて、グレーなら4が、釣り位置を明確にしていないから、なんか4が釣りたいかなっていう感じ、グレーならっていう感じなんですけれども、あとどうだろうね。4番さん、あと聞きたいんですけれども、3が一番白いって言った理由、2周目聞きたい。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしく、ワンワンワン。いや、4番さんは述べてたよ。うん。3番の白い要素に関しては、1への言及の評価の仕方が8がいいって言ったことに関してとか。うん。から、そこは6番めちゃくちゃ話を聞けてないなと思った。まあ、9が2世って言ってくれるのは嬉しいけどね。話をその1番とかもちょっと捉え違いもしくは聞けてないと思っていてね、僕は6番にその両面取れる部分があるっていう、だから怪しんでるっていうよりも6番がその俯瞰視点をしてるからこの人を役か人外かなっていう視点だったんだよ。だからその怪しんだからっていうふうな僕の印象操作をしていた1番がえ、なんでっていうふうに思っていたかな。まあ、9番はとりあえず共通って色を見ればわかるからそれでいいと思うけれども、議論の中で6番が変だし、1番の1周目も変だというふうに思った。で、4番に関しては、6が狼の場合は、その印象操作されてるっていう、位置かなと思ってるから、6はちょっと5番さん僕はほっとけないって今の発言で思いました。はい。まあ、とりあえず今日は9から言ってください。まあ、もし9が狼だったら1は狼ないかなっていうふうには思うけどね。1のその9の触れ方からね。8番のプレイヤーが発言します。つまんないですね。隠し色になっちゃった。7番から釣ります。で結局6番さん役なくて6しか叩けないんでしょ。4番さんって言ってることおかしいですけどね。3番さんまあまあ落ち着いてって。うん、なんか4番さんってなんでそんな3番さん白で置けたのかなって思ったけどね。白で置いたからまあまあ落ち着いてって言ったんでしょ。人外かもしれないですよ。人外にまあまあ落ち着いてって言ったのかって思ったけど。それぐらいです。僕余計なこと言わないですね。5番さんがまとめればいいと思ってるんで、はい、それだけです。7からいきます。7、9だったらね。はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。まあ、7番さんの色は分かんないんだけどね。僕1周目8番さんに対して順番極力つけれるじゃんみたいな、1周聞いたらつけれるでしょみたいな、まあ、ちょっと雑な殴りをしに行ったんだけど、それを、まあ、3番さん記事だったんだけど、ヘイト買いたくないっていう理由で僕を殴りに来ていた1番さん3番さんが怪しく見てました。はい。なんで、で、なんだろう、まあ、3番さん記事だったからいいんだけど、なんだろう、で6番さんがそこに9おどおどしているというので、なんか一緒に叩きに来ているので、なんか1、6あんのかなぐらいにちょっと思ってしまったかな。7番さんはね、結構ごめんね、生存欲を、生存欲を感じるから、なんか黒あんの、落ちるのかもしれねえなって思って、今、まあ、発言は聞いていました。まあでも、まあ、礼儀的には、例の、強靭かなとは思うけどね。
で、なった時に1、6がちょっと見えてしまうかなって思いましたね。はい、なんだろう、だから、まあ、発言は聞くんだけど、まあ、6番さんもう聞けないからあれなのけど、グレー行くんなら1、6どっちかかなって思ってますね、今のところは。以上。1番。7番も一安心で9番も一安心ってどういうことなんで、殴り返しやろお互いで、7番さんが6一安心で9番さんも6一安心のがちょっとね、これ霊能審議がめちゃくちゃ難しいで、まあ8番さんがその霊能から行こうとしてる時点で、なんか8番さんの狂人はちょっとなさそうだなって思った。で、自分が初日7番さんと9番さん2つ釣り1言って、唯一自分釣りをしたのって4番さんだけなんだよね。ってなると、で、7番さんと9番さんって4番さんに一切触れてないから、結構4749があるんじゃないかなと思うと、だからね、正直。まあけど、霊能行くならやっぱ9番さんから7番さんって61怪しんでて、9番さんも61怪しもさすがに対抗の、あの発言聞いててもいいと思うから、霊能から行くなら9番、グレーから行くならやっぱ4番さんかな。霊能に多く見たと結構どっちとも繋がってそうな気がするけどね。自分が79怪しんで4番さんが1怪しむこう言って、グレー行くなら4、霊能から行くならやっぱ9かな。2番のプレイヤーが発言します。79なら9の方が狼行動じゃないって1番に対して言って、1番怪しむっていう行動は49ならしそうだなって思う。8番が狂人じゃない、3番がカチ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 後ろで言ってるから、それに対して4番って言ってるだけだと思う。3の発言自体は白いと思ったんですよ。あの79が黒い血だって言いながら、2に対しても6に対しても8に対しても言及してたから、だから5の言う理論なら3も白くなるよって思ってたし、よく9から行きたいです。97ローラーしながら4番に色をつけてほしい。絶対そっちの方がいいと思う。4番つったって79審議間違えたら負けんだから、94が見える以上が9から行くし、7まで引き切るつもり。7が9黒だそうが、5番が4黒見つければ終わりじゃないって思うけど、9視点で7番狼生存欲から7の狼追いつつ1、6で見てる。でもレギュレーション的に7強だなとかいう精査より7分が1釣りをしてるんだから、7ローで置いたときは7、6だねって言えたらまだよかったけど、7番を強靭で置きたい思考がちょっと、グレーに縄使って7との審議に負けても自分から釣られて黒結果出されたくない狼に見える。まあこの解釈は悪意的かもしれないけど、僕の視点ではそう見える。8番狂人に見えるから94ローに見える。9いきます。3番のプレイヤーが発言します。2番さん白い。てか、やっぱね、普通に考えたら、なんかね、わかんない。普通の考察を落とすんだったらね、やっぱ、占いって進路な、占い飯だ、霊能が、霊能進路だと思うんだよね。だって、霊能心境でさ、俺の騎士用に対抗がいない盤面かってさ、だってグレーに色いでグレー詰めから入ろうぜって話になった場合ってさ、2V1 で狼釣れちゃうから、なんかあんまない気がするんだよな。だから、普通に7、9どっちかで狼見て、でも、そうだね、だから4番とか、まあ、もしくは6番とかって思ってた。1番も白かったかなってちょっと思ってるけど。1番ってまだちゃんと霊能に狼持ってたからっていうぐらいしかないんだけど。霊能が両方ともなんかさ、あ、でも9番の方がそれだったらグレー詰めしようとしてたかなんか、あれな気がするけど。そしたらっけ、2番の言ってるローンが多分仕事でしょ。8番巨人で9番を見てグレーズミをしようとしてる人物がってことでしょ。その場合って4番なんか薄いけど、あれ9番って4番、ん1番6番って言ったのか。あ、4番歩くね、うん、あーでも直ない人はダメだな。4番歩きやすいから、でもなんか4番、でも4番を
心地よかったけどな、俺。気持ちよかったしな。俺はかぼちゃ食べれないんですけど。そうだな。あれじゃあ、霊能ローラーして、おばあさんに4番さんの色当ててもらうって進行がいいなって僕は思いました。4番のプレイヤーが発言します。グレーに白い人がいない。だから、あの2番さんの8番狂人は分かるかなとは思ってるんですよ。あの始まる前にペッチンペッチンやめろって言ってたのに、3番さん後半からペッチンペッチンやってたから、やかましいよねっていう話をしただけで、落ち着いてくださいなんて一言も言ってないし、何やってんだろうなと思ってるし、7番って6番にしか言及してない状況か、1番がなぜか6番1番で見てるっていうわけわからんことを言い出し、それを全く切り止めない2番3番でしょ。で7番はなぜか自分を釣りたくなく、あの6番はなぜか、あ、俺1番さんに対してフォーカス当ててるんですけど、その発言を度外視して俺4番がおかしい、じゃあ1番2番の精査ってどこ行ったんって話やしね。グレーに白い人がいない。はい、俺視点はね、まあ、4番、7番、あの4番、9番で見られるんだったら別にどうぞ、お自由にどうぞ。俺は7番シーンと思ってるんで、9番つって、7番シーン決め打ち進行でもいいかなと思ってるぐらいですけど。これ言ったら7番、4番に見えますか？じゃあ7番から釣りますか？5番って4釣りをしそうやな。まあ、6番1番だって見えるし、2番1番だって見えるし、ね、2番1番で俺のこと殺そうとしてるから。わからん。5番のプレイヤーが発言します。まあ例の引き切った後に4番釣りまでは確定かなって印象かな。結局じゃあ4番視点はどこ人間に見えてるのって話、白いとこがいないにしろ黒いとこはどこやった話なんで、まあそうなると必然的に俺のやるべきことはああいうことねってのはわかるんで、まあとりあえず例の引き切って考える、例の引き切って4つって考えりゃ多分最終日は来るだろうなって印象でしたね。1,2が発言めちゃくちゃマットなんだよね。俺占いされたら負けるなこれ。なんで、いや俺占いきそうだな。あ、ちなみに4に占いを飛ばすつもりはないので、白出たら出るだけ無駄だと思ってるんで、4番は釣り縄処刑でいいと思ってます。はい、あんまり言わない方がいいかな、どうせ死に行く立場だしな。まあ、ちょっと明日の色気が出てからでいいかな。とりあえず、サンマーさんは俺の声頼むわ。はい。で、霊能入れて、同票になったら、3番の位置に合わせましょう。3番が釣りたい霊能をみんなで殺しましょう。決戦投票になったら、そんな感じで。はい。よろしく。全プレイヤーの発言が終了しました。私は悪人ですって。怒りますよ。が終了しました。追放されるプレイヤーは9番9番の遺言を発表してください。なんかね、まあ、5番さんとかが言ってたなんかに白いって言うんだけど、なんだろう、8を強置きをしている2番4番がすごくなんか怪しく見えました。まあ1個前の発言僕16って言ったんだけど、8の強目って見えなくないっすかね。霊能って言ってた、霊能釣り切りみたいなこと言ってる人が、強目を消しに来てるっていうことを拾ってんのかな。いやー、8を強に置いてる2、4が分かんなくて、で、2が8を強を消しながら、4級みたいなところを見せに来てるのが、なんかね、僕、27があるんじゃねえかなって。ちょっと思ってしまったぐらい、なんか2番さんがね、ちょっと違和感を感じた。まあ4番さんは今相撲かなだけどね。
だから1番、あれらららら、待て。ああ、ない。1番さんは白くなった。ああ。だから、1個前に言った、まあ、16みたいなところはないのかなとは思ってます。はい。かなだから、まあ、1個前にも言ったんだけど、7番さんって若干生存意欲を感じるので、なんか27あんのかなっていうふうにちょっと感じあったかな。ちょっと待って。そうだよね。急来てるもんね。まあ、いや。うん。7番様で引いてください。死んで。どうする？ 5 かも？たくまさんのやりやすい。ああ、じゃあ5かもは。変態しそうだわ、3番。変態しそうだから。ああ、そういうこと？黒出されたら自爆するよ。4番さんも黒出されたら自爆で。誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。僕からか、僕しろ。あ、いや、まあいいとこを占ったのかなって思ってますけどね。僕ね、狼が、なんとなくですけど2番さんに気になったのが、2番さん昨日の発言で、霊能ローラーっていう発言をしてるんですね。その場合って2番さんは、霊能の、真偽が分かってないことになるから霊能心境を透けてるのかなと思ってて、私2番狼かなと思ったんです。ただ、7番の結果が9黒だったんだ。まあ、9黒あと2番さんね、あと8を強靭で置いたのがちょっとよく分かんなかったかなって思った。どうなんでしょうね。で、2番さんは、僕、どうだろう、グレーなら7、真決め打つ場合、グレーなら2に行くっていう感じかな。どうだろう、4釣り縄で使う、まあ、4でもいいけど、まあ、1番は、僕も白でいいと思う、7球が両方釣りをしてたから。うん、この場合ってグレーから行かれたとき1釣られたら困るから1ローないと思うから、まあ、2、4にローがいるかなっていうか、まあ、7が真だと仮定したら7番さんの意見も聞くけど、まあ、例のローラー行くっていうなら例のローラー行くけど、僕ただね9番偽だと思うんだけど9番って昨日、2週目の発言で何言ったかっていうと例のは強靭だと思うって、例のってあなた例のじゃないのって、対抗はでしょ。だからその霊能はって言ったのが気になったかな。あと1、6ローで見たのもちょっと気になったから9偽かなって思ってるんだけど、どうですかね、7番さん。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしく。ワンワンワン。いやー、もう俺決め打ってほしいぐらいなレベルなんだけれども、9番がまずおかしかったところは、俺が狼だっていうふうに思うならよ、だったら6、1って上げていて、そこをおかしくないで、その僕は5番さんに6はほっとけないから占ってとも言った人物なんだよ。おかしくない ?9 の言ってることって。で、2番が昨日ちょっとね、みんな白い白いって言ってるけれども、6、7ももしかしたら7が狼だったらあるんじゃないのかなって言ってたけども、僕がその6占ってって言って、6、7見えた？そこがおかしいところ。じゃあ、僕がその狼だったらよ。例えばその47とか4自身が言ってて、そこも4が狼でそれを言うと思う。なんか2が言ってることが変だっていうふうに僕は思うから、から、本線は2級です。はい。ただ、8のね、強靭はないと思うよ。9が狼で、その8が狂人だった場合に、なんだろう、ご主人を釣ろうっていう信仰を取るのは、理的でしかないからね。8が狂人だった場合はね。うん。から、9が狼だったから1はない。2だと思う。8番のプレイヤーが発言します。
8番さんは、6番さん、7番さんと内容が違うんだけど、2番さんって8番強靭だねって言ったじゃないですか。で、1番さんって8番は強靭ないねって言ったんですよ。だから僕、別に全然強靭で置いてもらってもいいんですけど、それだったら1番に目が行くはずなんですよ。けど、1番の精査何にもしてないんですよね。2番って。だって1番さん、8番強靭ないねって言ってるんですよ。じゃあ1、多少疑い値に行きません？だから2番っておかしなこと言ってんなって思ったぐらい。うん、それぐらいかな。で、強靭でどうなるのかっていう感じだけどね。これ7番さん行きます。僕はね。はい。1番。うん、もう連合はやっぱ7の方が芯が高いかな。やっぱ7番が1、6怪しんでて、9番さんも全く同じっていうのが俺はちょっと合わないかな。でね、俺4番さんが結構強靭に見えるんだよね。なんか霊能決め打ち発言とか、あの1周目に1怪しんできたのも、俺ってもう最初に7球を結構怪しんでて、2番さんも7球を怪しんでて、結構4の1叩きと、あと決め打ち発言と、やっぱ4強に見えると9ローに見えて7シーンに見えたとき、俺結構2球に見えるんだよね。いや、決め打ってもいいような気もするけどね、7番。だから俺今日2言ってもいいような、まあ、2の発言聞くけど、俺結構4が強靭に見えるから、結構2級ロー4強なんじゃないかなと思ってるから、まあちょっと5番さんまで発言残ってるんで、俺ちょっと今日2言ってもいいような気がする。2番さんどこ、あれ ?1 と4どう見てる？で、7どう見てるかちょっと聞きたい。2番のプレイヤーが発言します。7芯だと思ってるけど、一番強靭に見えてる。4級ローの一番強靭で、2殺して次の日7殺すんじゃないかなって思ってる。いやー、7番に言うけど、僕は6、7なんて追ってないですよ。9番が7番という対抗は、強靭の場合をまず本戦で1、6追ってるんですね。で、その後9番って7の生存欲から7の人狼もあるのかなって言って、7の人狼もある場合って7番って1番を釣りをしてるんだから、9視点で7、6人狼って追ってるってことになるから、なんで1なのかなって。その場合の釣り値7強1、6と7ロー分だったらどちらともつながる6番じゃない？ 9 の1、9番釣り値って。だからまあ7の発言聞いてなかったのは申し訳ないけど、僕は9番視点での話してました。うん。で、4番って霊能釣り切るって話になってるのに、別に決め打つ必要なくない？4番視点って9、7引き切って5番に色当ててもらえばいいんだから。4番視点って4白しか出ないんだから、別に7、9は引き切ったらいいのに、占われないために7の新規決め打つって言ってるようにしか思えないんですけど。まあパワーワードがあって一つ、まあ全員村に見えないっていうのはパワーワードなんだけど、その7の新規決め打つ必要って4番にとってないから、その発言がおかしいなと思ってて、1番が強め出したなと思ってるけど、6番に何言われたっけ、答えようと思ったのに、今日は7ですよ。3番のプレイヤーが発言します。今日7なのはいいんだけど、2番視点で4番が7番決め打つみたいな発言してたかどうか、なんか俺の記憶の定かではないんだけど、だとしたら1番とかって7番決め打って2番に行くっていう人物なんだけど、1番強靭になっちゃって、霊能進路9番、相方4番立った時って、4番、あ、まあ、4級ローロ1強靭ってこと？ 2 番して、なんだろう、7番がめちゃくちゃ新っぽく見える
俺の投票でなんか考察し始める人が生まれたらなんか怖いから言っとくと、俺、あれだからね、7番に行った理由あんまなくて、なんか、犬が怖いぐらいなんですけど、9番の発言でもおかしかったね。なんか、16っていう、そのなんか村の、自分は思ってないことをなんか発言として落としてるなって感じが9番に見せちゃったから。なんだろう。わ、わからなかった。4番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあ、聞くんですけど、5番さん、質問していいです？俺、村なんですよ。47釣り切った後に自分釣られると村負けるんですよ。だったら初日に釣ってくんないかなって思うんですけど。平和村なんで。自分の色結果をもとに霊能主義にしてもらえばそれでいいはずなんです。じゃあ2番の中で、ね、4級老老1教授に見えてるんだったら、7番釣らずに俺釣ればよくないですか？そしたら今日終わりますよ。なんで7番、釣る必要があるんです？じゃあ7番9番で発言を精査した状況下で、7番9番でどっちに軍配上がりますか？まっとうなこと言ってんの誰なんでしょうっていう話なんですよ。7番教授視点の中で、6番狼かもしれないところで占いを飛ばせっていう必要がなく、じゃあ9番視点で6番1番で1番が白くなった理由に関して、気迫なんですよ。ねえ、2番視点で、7番死んだと思ってるのに釣る理由って何ですか？いまだに、4番9番で売ってるんですよね。じゃあ4番釣れば終わるくないですか？2番3視点で。なんで占われないために霊能決め打ちする必要があるんです？俺して7番が死んだった時、一手に釣り切れば終わりですけど。お疲れ様です。5番のプレイヤーが発言します。めちゃくちゃ不当な殴りするじゃん。どんだけ7番が死んに見ようと7番釣り切りなんて当たり前じゃない？しかも4番9番って言ったの2番だけだし。俺は7番9番4番引ければ勝てるだろうなと思ってる。だけど俺は4番9番提唱するつもりないし、4番7番だって絶対あると思うけど。4番って堅くなり7番強人だったら7番強人だったらって言ってるけど、7番老視点はないのかな、4視点で。なんでそんなみんな9の黒結果を信じてるか俺はようわからんだけど。これ4黒だったら裏の霊能新居とかあんのかな。そうなるとめんどくせえな。2番以外村がいないなって今日に関しては思っていて、8番とか6番の言ってる、2番が1番に視点向かないのがおかしいとか言ってるんだけど、2番って昨日の段階で、4番、9番、ロー、8強っていう視点を落としてるから、1番に視点向かないのって当然だと思ってて。って感じしてますね。はい、自分の遺言としては7番釣った後に4番まで釣り切って終わんなかったらそこで精査してほしいわ。8番強人とかに見えるのはめちゃくちゃわかるんで、 あと1番強人はないと思うよ。9黒めくれてるのに7のコスプはないと思うから。全プレイヤーの発言が終了しました。これその疑いにはどんな根拠が？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番7番の遺言を発表してください。はい、まあその決めてほしかったんですけどしょうがないです。4番の言ったことって釣り切った後によで、4番その村だった場合は落とされたら負けるんだけどっていう主張、別におかしくない？おかしくなくない？
その、じゃあ5番さん視点で、その、なんだろう、6よりも4の方が怪しかったんだったら、4に色つけたらよかったやん。そしたら、4の疑いも払拭されるんだから、まあ、それでも、僕視点は6を怪しんでいたから、6に色をつけてくれたことはありがたいけどね。だから、ちょっと、5番さん、4に対して厳しすぎ、2が、その、なんだろう、弁明してる狼っていう風な可能性もあるんだしね。うん。で、盤面上、その言った通り、僕は、僕さえ決め打ってもらえれば、2を釣った後、盤面上1の狼はないから、4を詰めたら勝ちなんだよ。1陣外落ちてるから。うん。から、決め打ってくれたら強いっていう状況だったんだけどね。で、ごめん、投票はあんまり見てなかった。4が自投票はなんで？強人なんかな？やっぱ2黒で合ってたんじゃないの？76が2か。夜が更けました。人狼に気をつけてください。人狼の。まあ、流れ見ていきましょう。俺、2番とのバッテージで走らしてますね。了解。はい。はい。走る。エクサーゼットさん、ありがとう。夜。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、6番のプレイヤーが発言します。毎回ね、僕、まあ、5番が噛まれるのは分かってたから、まあ、発言最初になるだろうなと思ったけど、僕、みんなの話を聞いて、話をしたいんですよね。ああ、僕、ちなみに昨日2投票してるのは、ちょっと意思を示したかったかなと思います。2疑ってますよっていう、まあ、2釣れない、2、4も自投票してるけど、4釣れないことも分かってるし、2釣れないことも分かってるけど、に疑ってますよっていうちょっと意思表示として2投票しました。僕ね、7がやっぱ真に見えてて、その場合って2級ロー8強か4強なんですよ。で、5番さんが何言ったかっていうと、5番さんって、47ローもあると思うけどね、うん、あ、まあ可能性だってあるよみたいなこと、まあ可能性の一つとして言ってたけれども、7が狼の時って多分ね、9白を出すと思うんです。わざわざ黒を打って、4-7ローでそういうことやってこない。4ってただでさえ、釣り位置にしますよって5番さん言ってるから、言ってこないと思うんですよね。だから、その、初日に関して、騎士が3番さんで出てるでしょ。3番さん、この村で一番、まあ、僕も隠しろ、8番も隠しろ。ただ、8番は共鳴もあるし、4番も共鳴があるっていう感じだから、わかんないんだけど、3番さんだけはちょっとしっかりしてほしくて、騎士出てるならグレーから初日行くべきだったかなって思ってますけどね。うん、まあ今言ってもしょうがないんだけど。さあどうしましょうかね。まあ僕は、まあ発言聞くけど、まあ初日は4の方が悪い。でも、なんかローラー行こうとしたら2もちょっと怪しいかなっていう感じ。8番のプレイヤーが発言します。3番さんさ、まあとりあえず6、まあ、6、8、強陣はあり得るじゃない？まあ、とりあえずそれほっとこうよ。で、最終陣が1、1、4、あ、まあ、2番さんが村だったらさ、最終陣が1、狼でいいよ。じゃあ、狼で1と4。どっち？俺、ほぼほぼあなただとやっぱ思ってしまっちゃってるんだよな。だから、あなたが村だったら最終1、4どっちか教えて。それ次第。まあ、6強、めっちゃ強靭あるなと思っちゃったけどな。なんか話聞いてて。意思表示とかいらんやろ。捨て表とかいらんやろ。7を釣り切ったからうんたらかんたらとか、いらんわ、そんなの。と思いました。ごめんなさい、もしあれだったら。だから、2番さんが村だったら、14最、最終、ラスール、どっちか。それだけ教えて。教えて。俺に教えて。それ次第。以上。1番
のプレイヤーが発言します。俺の内訳は、俺はもう霊能がやっぱ7の方が新芽が高いと思ってるのは、7が結構16怪しんでたよね。7が16怪しんでて、9番さんも16怪しんでるから、全く対抗と同じグレーセーサーには俺ならないと思うから、やっぱ9がかなり偽っぽいってなると9クロは納得なんだよね。そうなると狂人がどっかにいるってなると、やっぱ4の方が強めが高いかなと思ってんだよね。だから俺は2がローだと思う。だから俺は2級ローローの4強が本線かな。で、2番さんに関しては2周目に8の強を追ったんだけど、俺8の狂人って追ってなかったんだよね。あの8番が狂人の時多分グレー行こうって言うと思うんだよ。1とか。あの白いとこ釣りをして強アピールとかすると思うから、霊能から行こうとしてる時点で俺8強ないと思ったのと、2番さんなんか1の狂人おったけど、俺狂人ある？自分が狂人で、自分狂人だったら占い出るけどね。まあ2番さんの精査が合わないから2に行こうかなと思ってるよ俺は。2番さんちょっと内訳聞かして。俺は2級ローロの4強じゃないかなと思う。2番のプレイヤーが発言します。17ローロのやっぱ8番狂人になっちゃうんですよ。17ローじゃない。6番って初日で4級47追われる中で4番を釣りをしている人物だから、6番狂人ないから占い値いいと思ったよ。だから6番に対してアンサー答えたくて、昨日発言の秒数が足りなくて、要は97ローラー4番黒追ってるのに97ローラーって言ってるのが4の白知ってるみたいな、そういう考察でしょ。僕ちゃんと言ってるんですよ。97はローラーするけど4番に白結果が出た場合ローラーするよ。でもし9から釣って、まあ、7が9黒結果、まあ、5番が4黒結果並び4釣って終わりじゃないって話したんですよ。4級ローでね、で4に白結果出たんだったら97ローラーするよって話ね、ちゃんと言ってるよ。1だと思う。で2級つながる要素が意味わかんない。最初に4級って追ってるし、9番のおかしいとこ拾って9番黒落ちると思って9に投票してるし、9番行こうって言ってるから1と同じ思考のはずなんだけど、2級で追われてる視点がその8番狂人に見えるかどうかとか、なんかそういう部分でしょ。2級ってつながる構図にないでしょ。僕が最初に指摘してるんだよ。9番が7番が まあ、狂人か狼かわかんないけど、で7レギュラーシーン的に7強っておくの変だし、平和村で平和村決め込めようって言って7級が釣り押されてるの、7級が出てるんだから狼の方が大いにあるから、9が7のローった時に7番が1番釣りをしてるんだから9の中で76じゃない、71だったんじゃない9の言う。3番のプレイヤーが発言します。まあ7、いやダメだ。だって71ちょうどわかるけどさ、4番自投票してるんだぜ。人ではない、人、うん、村ではない気がするけど、うん、合ってる、確かにね、村ではない気がするけど、ね、やっぱりね、投票っていうのはね、やっぱ狼を倒す唯一の手段だからね、大切にしなきゃいけないって俺はおばあちゃんに教わってるんだよな。いや、まあ、なんで俺、なあ、いや、行きたくねえ、この村。だし、だって、2番さん、4番、4番、7番とか落ちたのに、なんで今日突然、1番が狼になって、8番が狂人で、17ローローみたいな。で、4番の自動票とかなんか、とか誰も言ってないし。俺がおかしいんか？俺の感性がずれとるんか？とりあえず4番釣ろうじゃないの？狼だったら自動票しないみたいな理論。嫌だよ。嫌だし、4番釣ったら、まあ多分なんか、1枚、なんか1、2ローローにはなんか見えんかったからいいやと思ってるし。4番釣ったら明日来そうな気がする。するけどな。わからんけど。知らんけど。つか4番釣ったらワンチャン終わんね。すげえ。もう知らない、この村。もう生きにしてたら書けなくないもん。だから、たぶん、わかんねえ。うん。おやすみ。4番のプレイヤーが発言します。3番さんに言っときますね。4縄3人以外なんです。
役職ロラした時点で余剰難はないんです。俺を釣る例のロラして自分を釣れって言ってる以上村が勝つ未来はありません。じゃあ9番7番でどちらが死んだったでしょう。圧倒的7番です。9番視点で6番1番の知る要素なく2番4番が怪しい。そのロジックになった状況の中、2番4番の黒要素を上げ、1番6番の白要素を上げられないのはなぜなんでしょう。7番との癒着観点を上げられないのは癒着観点を否定する要素を上げられないのはどうなんでしょう。じゃあ6番1番が否定された状況か、9番の視点ってどういう視点だったんでしょうかっていう話なんですよ。場面的に色見えてるからその発言ができるんじゃないですか。じゃあ2番3視点で昨日の時点で9番4番だって言ってるんですよね。話ちゃんと聞いてもらっていいです。9番4番だって言ってる状況の中で、なぜ7番死んだと思ってるにもかかわらず7番に縄をかけなきゃいけないんでしょうか。勝率や2番視点4番を釣ったら終わりです。だからね、初日一番怪しいとこ連れられてこうなるんだよね。初日、だから6番も言っていたように平安村状況下で霊能にしようになってんだったら初日ないし2日目にグレー詰めれるんです。ゴリゴリ行け。7番釣るぐらいだったら自分釣ってくれっていう話、そこまで昨日話してますけど。それは納得だね。それでも分かりませんか。全プレイヤーの発言がその疑い逃げるやろ、これ逃げるやろ。いったー。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番2番の遺言を発表してください。まあ、7番釣ってくれっていうか、その4の字投票を見て僕は別によう疑うことやめたし、2級でつなげ続ける1の思考の方が分かんなかったんだよ。僕ちゃんと9のローって9釣ってるし、4番に色当ててって言ってるし、1と同じ思考のはずなのに、いつの間にか1が4強に置いて2級って言ってたから、だから17に見えるんですよね。9黒で落ちてて1が決め打つっていう発言は出ないと思ってるし、あまりにも9番の偽が追われてる村だから、1番が7進決め打って2釣って勝ち狙ってるんじゃないって、そっちの方がやっぱ考察としては落ちるよね。霊能から名を使ってんだから、霊能からローラーだよ。決め打つ必要なんてないですよ。5番の言ってる通りでしかないから。なのに7行かないのが人海だっておかしいですよ。まあ4ローなら僕がちゃんとね4番行けないの悪いんだけど、4のパッションと自投票から4番がね多分行動で示す人物なんだなっていうのを人間像を見出した時にね、4番の村が拾えたから1番に行ったんですよ。以上です。もう1番だけど。いや勝ったね、三回目に。なぜか勝てますね。勝った。初日釣られそうだったね。いや俺占いが負け筋だったねこれ。多分五番めっちゃイライラしとんでしょうね。いや二連勝だねこのコンビで。アイラさんありがとう。昨夜は1名の方が亡くなりました。あ、黒間さんありがとう。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。いやなんとかなった。マジか、霊能心境なんかすげえな。いや俺7番さん強人と思わやったな。